Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はミックスチャンネルとかで小松菜奈ちゃん風のメイクとかを上げてたりするんですけど、それのリクエストが多かったので今回 YouTube でメイク動画を撮ってみました。小松菜奈ちゃんって言ったらもう小顔で美白っていうことで、もう全然私とかけ離れてるんですけど、頑張ってメイクしてみました。全然似てないかもしれないんですけど、あくまでも風メイクなので甘めに見てくれると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。小松菜奈ちゃんはとても肌が白いので、ちょっと今日は肌を白めに仕上げていきたいと思います。で、今回使う下地なんですけど、前にエチュードハウスでお買い物した時にいただいたプレシャスミネラルマジカルエニークッションっていうエチュードハウスの下地を使っていきます。この下地はちょっと販売終了しちゃったらしいんですけど、これに似たようなものであれば全然代用できるかなって思います。こんな感じでラベンダーカラーになってて、これを塗ってあげると肌がワントーン上がるようになってます。これなんか販売してたサイズではなくて、ちょっとちっちゃめのサイズになってるので、パフもちっちゃくって塗りにくいので、ある程度塗ったら大きいパフに変えてなじませていきます。はい、今とりあえずこの半分だけ塗ってみたんですけど、結構肌のトーンが上がった気がします。はい、今こんな感じで全部化粧下地終わりました。そしたら手のルースパウダーをはたいていきます。小松菜奈ちゃんは作られたようなマット肌っていうよりかは素肌に近い感じなので、これを軽めにのせていきます。はい、こんな感じでベースメイク終了です。さあ次はアイメイクに移ります。まずアイホール全体にイルフのマットフォーマットのこの色をのせていきます。さあ次に二重幅までこの色をのせていきます。はい、こんな感じです。そしたらこの色を使って涙袋の影を描いていきます。はい、こんな感じです。はい、そしたらアイライナーをしていくんですけど、松菜奈ちゃんは丸目というよりは流し目な感じなので、目尻だけにアイライナーを引いていきます。今回はマジュリカマジュルカクリームペンシルアイライナーの BR611 番を使っていきます。こんな感じで垂れ目っぽくさせます。そしたら黒のアイシャドウで今描いたところと下の目尻をぼかしていきます。こんな感じです。はい、で小松菜奈ちゃんは目頭の切開が結構はっきりしてるので、それを描いていきます。はい、こんな感じです。ビューラーで軽くまつげを上げていきます。ラシオのグッドカールマスカラのロングタイプを使っていきます。目尻が長めになるように斜めにこんな感じで塗っていきます。はい、こんな感じでアイメイク終了です。はい、次眉毛を描いていくんですけど、前髪を下ろすのであんま見えないからいいかなと思うんですけど、一応小松菜奈ちゃんすごく眉毛がしっかりしているので、それを意識しながら描いていきます。キボーアイフル眉ズミ A ソフトブラックを使っていきます。アーチ眉を意識しながら描いていきます。眉毛こんな感じです。したらノーズシャドウをしていきます。アイシャドウにも使ったイルフのパレットのこの色でノーズシャドウ入れていきます。したら手でぼかします。はい、でそしたら小松菜奈ちゃんとても顔が小さいので、シェーディングをちょっと入れていきます。キャンメイクシェーディングパウダー01番を使います。特にこの顎のラインを
念入りにセッティングしておきます。はい、こんな感じです。そしたら、チークをいつも塗ってると思うんですけど、小松菜奈ちゃんってチークをしているイメージがあまりないので、今回はなしでいきます。そしたら、ビセンのイルミネートパウダー02番でちょっと鼻筋だけにハイライトを入れていきます。はい、そしたら、小松菜奈ちゃんのチャームポイントでもあるほくろを描いていきます。これをつけることでだいぶ小松菜奈ちゃん感が増すと思うので、ほくろを忘れず描いてみてください。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナーでほくろを描いていきます。でほくろを描く位置は、右の鼻のちょっと目の下あたりと、あと左のほうれい線のあるところに一つと、あとここの左の顎に描いていきます。はい、こんな感じです。で、あとそしたら最後にリップを塗るんですけど、小松菜奈ちゃん赤リップのイメージがあるので、今回は赤リップを使っていきます。 MAC のルビーユーと色を使っていきます。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで一応メイク完成したので、前髪を下ろして髪の毛ちょっとセットしていきます。これで小松菜奈ちゃん風メイクの完成です。感じで小松菜奈ちゃん風メイク完成しました。いつもミックスチャンネルとかに上げてた時は写真だから、なんかうまいように表情とか作ったりすればちょっと似せれるかなって思うんですけど、 YouTube ってやるってなるともうくっきり見えてしまうので、ちょっとうまくできてたか分かりませんが、少しでも似てるって思ってくれた方はぜひ高評価とかコメントとかお待ちしてます。またもうちょっとレパートリーとか増やして、モノマネメイク的なのもやっていけたらなと思ってるので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。で、あとハロウィンメイクのリクエストとかもたくさん来ているんですけど、今のカラコンもそうなんですけど、私がいつも愛用しているティアモというカラコンのサイトでハロウィンのカラコンを頼んだので、またそれが届いたらハロウィンメイク更新しようかなって思います。なるべく早めに更新しようと思うので、皆さん待っていてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。